Hello, my friend. Welcome back, Urala Channel. I hope you are doing well. Yes, you are good. Yes, you are good. My room is very safety room. Yes. Yes. Oh, your smile is beautiful. こんにちは。今日もうららチャンネルに来てくれてありがとうございます。今日はどんな楽しいことがありましたか？いい笑顔だ。と、今日は耳かきと雑談やります。このシリーズもね、もう途中で終わらす予定だったんだけどね、続いてます。ありがとうございます。あと自律神経を整え自然治癒力を高める耳かきの動画がアクセス50万回を超えて本当にありがとうございます。一つの動画が大きく成長していくっていうことは、それで喜んでくれた視聴者の方もそして俺も、どんどん成長していくのかなっていう思いに包まれて本当に嬉しいです。今この動画を撮ってるのが7月8日になるんだけど、本当はね、七夕祭り7日に七夕祭りに行きたかったんだけど、ちょっと仕事が多忙のため今年は行けなかったということで、8日も日曜日なんだけど残念ながら行くことができません。だから過去に七夕の動画っていうのは結構出してるけど、まあいいか。で、耳かきと雑談で今何を話そうか考えながら、ブラックグローブにブラック綿棒、じゃあ耳きれいにしようか。そう、七夕の話で思い出したんだけどさ、娘はね、七夕祭り、平塚の七夕祭り、以前息子とかみさんと、娘も、家族4人で七夕よく行ってたんだけどね、平塚の七夕祭りに、娘は7日に行ったみたいで、彼氏とね、まあそうやってだんだんね、家族4人で集まる機会っていうのは、まあ集まるというか家族4人でどっかに遊びに行ったりするっていう機会はもう
みんな大人になっていくんで少なくはなってるけど、それぞれが人生を楽しんで、うん、いい流れなんじゃないかななんて思ってて、うん、きっとあの神さんの方に、うん、俺の妻の方に LINE で七夕の写真とか送ってんじゃないかな、こっそり見せてもらおうかな、うん。であとさ、そうそうそう、あの息子がね今中3なんだけど、うん、ね、まあちっちゃい頃からバスケやってて、ね、ミニバスで中学入って部活でバスケとずっと続いてるんだけど、うん、あの練習の時とさ、試合の時ってやっぱりメンタルがこう違うじゃない？で、ちょっと緊張気味になったかなって自分で気づいた時は、ちょっと一つの言葉遊びというかワードを息子に伝えたんだ。緊張してる時っていうのはさ、まあ、大体焦ってる、あと恐怖感を感じる、うん、この言葉重いな、焦ってる、ビビってる。でもね、練習の成果を出そうとしてやっぱり体を動かすけど余計な、うん、緊張と、まあ、筋肉に余計な力が入る。で、そういうのを緩和する言葉、でそういうのはもちろん場面によっていろんな言葉っていうのが生まれると思うんだけど、うん、あのそう、試合が、七夕の日だったのね、うん、7月7日にバスケの試合があって、でその試合の時に自分がちょっと焦ったなって思ったら、丁寧に丸、そのコミュニティを、その俺のチャンネルのコミュニティを立ち上げたばかりの頃に書いたことがあるんだけど、うん、そのあるおばあちゃんがお孫さんに対して何でもゆっくり丁寧にやんのよ。で、それを傍から聞いてた俺は、うん、初心に帰って、ああそっかって言えば感じるものがあって、で俺自身も誰かにアウトプットするとき焦ったり、うん、緊張したりしてるときに、ゆっくりっていう言葉はあえて使わないで、うん、丁寧にっていう言葉をこう選択するようになったのね。で、慣れたことでも何でもそうなんだけど、緊張した時に体を動かしてる時ってこう妙にいらん力が入ってしまったりとかするじゃない。で、あえて丁寧にって思うと、うん、実は
ゆっくりに感じても慣れた物事のスピード自体は変わってないというか、逆に速くなるくらい、うん、丁寧にって思った時に、まあ、力が抜けて、色気な力が抜けて、うん、必要最低限の力で効率よく体が動くようなスタンスになる。で、これはいつも俺と息子のそのコミュニケーションがあるから、その中から生まれてきた言葉なんだけど、うん、それは場合によっていろいろあると思うんだよね。ゆっくりねって言った方がいいのかもしれないし、だけどね、その丁寧にって思ったことで、うん、あのボールがよく見えるようになったっていう感想が返ってきて、息子から、うん、あ、それってすごく良かったな。だから動体視力、あの緊張してる時って目のき、え、喋りすぎ？そうなんだよね。いつも。うん。じゃあ両耳攻撃しようか。でね、その両耳やる前にちょっとお知らせなんだけど、本当にあのまたちょっとかなり多忙な、いろんな仕事が入ってしまってて、動画のアップ頻度遅れると思います。で、今日初めて来てくれた人、いきなりそんなこと言うなよって思われちゃうんだけど、うん、今までの過去の動画もたくさんあるので、あの俺のチャンネルっていうのは別にその新しい何かを追いかけていくようなものではないので、その古いとか新しいっていう観念を捨てて見てもらえるとより楽しめるのではないかなと思ってます。ね、時間ができたら少しずつまたあの動画アップしていくん で、今もちょっと編集中の動画結構何本かあるんですけど、うん、だんだんその今よりもちょっと質を高めていきたいっていうのがあって、それは音質とかで、あ、また喋りすぎちゃったやるね。綺麗な耳になった。今日も来てくれて本当にありがとう。これからもよろしくね。あなたの人生が笑顔の多い人生でありますように。 Yes, you are good. Yes, you are good. Thank you, my friend.See you again. Sweet dreams. おやすみなさい。